私も父の母であるいたと思うんです。兄弟の小出氏が核燃料が格納容器、容器から外部に出ている可能性大で、1号機は、人類一体建造に入ってしまっているというふうに、呼ばれますが、そういう状況の中でも福島第一原子力発電所周辺の、住民占領システムというのを行い、要は福島の方々のデータをこれから取っていく状態である、要は避難させないということであるということで大丈夫でしょうか。福島の方から、100ミリシーベルトの責任について、発言責任というものを、前にも問われていると思われますが、もう一度、私の方から、その発言がどう取られていくのかということを具体的に教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、すいません、山下、さんからよろしいでしょうか。私の方からは100ミリシーベルトのということでよろしいですか。はい、何度も申しますように100ミリシーベルト以下ではわからない。でそれについての責任は私自身も取ることができません。ただ何十年おっても私死んでしまいますから、その後でその子供たちにもし病気だとしても責任取りようがないですよね。ですから科学的な知見の限界としてこの話をしています。まずそれをご理解で、決して100ミリシーベルトが落下すると言っておりません。このレベルで以下であれば、決して今慌てる必要はありませんね、ということで、皆様方に安心を取るわけで、安全のレベルは、もう一つ先的に行くと、そういった下回りというのは、松田先生がおっしゃっているところであります。まずこれを理解で、もう一つの質問についても松田先生と